歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが10月30日に自身のアメブロを更新。親孝行だと思った息子、勸玄から提案について明かした。この日、海老蔵さんは稽古終わりと報告。勸玄君から稽古後に、パパ、歌舞伎座前で記念写真撮ろうよ、と提案されたことを明かし、親孝行なから、と感心した様子で綴った。その後に更新したブログでは、自身について、新之助最後の日、と振り返り、玉三郎さんの兄さんのご馳走で関左衛門さんと出かけましたと回想。最後の日も歌舞伎座により新之助と別れを告げましたと当時の様子を明かした。また海老蔵最後の日、稽古終わり、私、うっかりそのまま帰ろうと思った、と述べるも、勸玄君から歌舞伎座の前で写真撮ろうよ、で撮ることを思い出しました、とコメント。東京歌舞伎座をバックにした自身と勸玄君とのツーショットを複数枚公開し、本当にありがとうと感謝を綴った。最後に、明日から13代目市川團十郎白猿です。明日から八代市川新之助です。8代目市川新之助です、と13代目市川團十郎を襲名した自身や、8代目市川新之助を襲名した勸玄君について述べ、どうぞよろしくお願いいたしますと呼びかけた。